バージニアは、アメリカ海軍のミサイル巡洋艦。バージニア級原子力ミサイル巡洋艦の一番艦。艦名は、バージニア州にちなみ、その名を持つ艦としては5隻目。再利用プログラム開始前の核燃料除去のため、上部構造物を撤去され除去設備が装着された CGN-38 バージニアバージニアは、バージニア州。 ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で1972年8月19日に寄港する。1974年12月14日にバージニアイスウォーナーによって命名浸水当初はミサイルフリーゲート DLGN-38 とされたが、1975年6月30日にミサイル巡洋艦に艦首変更され、 CGN-38 の船体番号を与えられた。1976年9月11日にジョージ・ W ・デイビス艦長の指揮下収益した。収益後の半年間、バージニアは東海岸から西インド諸島への数度の巡航を行い収益後の試験及び成長訓練に従事した。1977年4月25日に ノーフォーク海軍造船所入りし、5ヶ月間の成長後の信頼性試験を行う。9月28日に最終海上公務を終え、大西洋艦隊での作戦行動に入る。11月にはニューイングランド及びカナダの沖合で対潜水艦船演習を行い、12月には西インド諸島へ戻り、大西洋艦隊の訓練海域でミサイル発射を行う。バージニアは、 同任務を12月13日に完了し、3日後に再びノーフォーク海軍造船所入りする。1978年に入ると1月半ばにバージニア岬沖の訓練海域で機材の試験を行う。1月28日にノーフォークを出港、フロリダ海岸沿いから西インド諸島で海軍作戦本部による一連の特別テストを行い、3月23日に ノーフォークに帰還する。その後バージニアは8月23日に NATO の演習、オペレーションノーザンウェディングに参加するため北ヨーロッパへ出港する。演習の目的は西ヨーロッパにおける NATO 軍に対する増援能力の試験であった。その配備期間にバージニアはノルウェーのオスロ、オランダのロッテルダム、イギリスのポーツマスを訪問した。ポーツマスを10月3日に出港し、 ノーフォークには10月12日に到着した。11月16日にメキシコ湾での訓練演習に向かい、その間にアラバマ州モービルを訪問、その後プエルトリコのビエケス島で砲撃支援訓練を行う。12月6日及び7日にセントトーマス島を訪れ、12月11日に再びノーフォーク海軍造船所入りし、1979年前半に、 始まる予定の地中海配備の準備を開始する。1980年にはインド洋に配備され、緊急のソナードーム修理のためフィリピンに向かう。1983年に行われた3番目の地中海配備では、ベールートから紹介を行い、レバノンへの300回に及ぶ5インチ砲の射撃を行う。ベールートで発生したアメリカ海兵隊施設への 自爆攻撃の際には緊急支援を行った。バージニアはその素早い展開で、第6艦隊のトップハンドとして称えられた。1984年には、ノーフォーク海軍造船所入りし、オーバーホールを行う。オーバーホールでは、トマホークミサイルシステム及びスタンダードミサイル、ファランクス CIWS が増設され、海軍初の攻撃巡洋艦へ転換された。また、 後部ヘリコプター格納庫及びエレベーターは撤去された。1990年12月にバージニアはオペレーションデザートシールド及びデザートストームの支援のため地中海へ展開した。半年に及ぶ配備を地中海東部イスラエル、レバノン、シリアの沖合で過ごし、バージニアは駆逐艦1隻と潜水艦2隻を含む第4攻撃グループを指揮した。 1991年1月、地中海からイラクに向けて2発のトマホーク、巡航ミサイルを発射する。その発射は、戦闘において発射されたトマホークの中で最も長距離の射程であった。バージニアはまた任務軍の2隻の潜水艦から発射された4発のトマホークの指揮も行った。クリントン政権の予算削減の犠牲となり、バージニアは百九十四年十一月十日に、 退役、除籍される。1999年3月31日に原子力艦再利用プログラムに基づき解体された。バージニアのミサイル発射塔は現在バージニア州、ポーツマスのノーフォーク海軍造船所に展示される。ありがとうございます。